はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はソードアートオンラインアリシエーションリコリス、第4回目やっていきたいと思います。昨日はね、ちょっと病院のことがあったり他のゲームのことがありまして、ちょっと製品版発売日なのに触ることができませんでした。深夜遅くなってしまうって思ったんでちょっと無理だなと思って、まあ今日からね頑張ってやっていきたいと思います。製品版発売おめでとうございます。というわけでやっていきましょう。で、衣装の方、こんな風に変えることもできるようになりました。ここにね、メニューのここにビジュアライズ、値ってやつがあって、ここでね、こんな風にいろんなね衣装が変えられるようになりました。まあ、今もしかしたらイベントの時もこれ適用される可能性あるんで、ちょっと雰囲気がねそうなると変わってしまうかもしれないんで、また元に戻しますけど、とりあえずこれに外せばいいのか、外して確定で、はい、こんな感じでね元に戻しておきます。見た目だけ変えるやつなのかなこれは。はい、レベルの方も15になりまして、サブイベントの方、こちらの雑貨エリア行く前のマップかな、森だったかな、はい、大体もう片付いてます。はい、というわけで今回はこちら、メインイベントだと思うんですけど、クエストの意思を継ぎ戦うもの、こちらの方やっていきたいと思います。さあ、ファストトラベルも登録して早速行きましょう。さあ、今度は、サストネルってところか。なんか湖みたいなものが見えたな。まだザッカリアには着かない感じだね。でもあれなんかね、大会でも行われそうな場所じゃない？こう闘技場みたいな。さあ、あそこからイベントが開始されるって感じかな。で、あと料理スキルとか魚釣りもね順調にやってますんで、ある程度レベル上がっております。あ、そうそう、あとユージオンのね必殺技みたいなのそういえば取ったんですけど、お見せしてなかったですね。一応こちらです。これで最後だ。うーはー、お見せできたと思うんで早速やっていきましょう。さあ、これで到着か。着いた。ここがザッカリアの町。ってことはメディナとはここでお別れか。ああ、そういうことになる。礼を言うつもりはないが、貴様たちのおかげで興味深い旅になったのは事実だ。素直じゃないな。またそんなことを。相変わらずムカつく男だ。それでは失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。それは俺たちも同じだろ。うん、そうだね。よし、それじゃあ行くか。ブーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。決して負けは許されない。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し、無事俺とユージオは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。そして入隊から6ヶ月後、定律修剣学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。
俺たちはノーランガルス帝立修験学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級修験士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級修験士自責、歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。勇士を選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身の猛者ゴルゴロッソ・バルトー先輩。俺たちは修験学院で2年学び、卒業後四帝国神前剣術大会で勝ち抜き聖号騎士となることを目指している。聖号騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。勇者は幼なじみアリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修験学院での生活は幕を開けた。まさか修験学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。キリトは嬉しくないの？試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強することになるとは。ここに来てまでって？いや、なんでもない。それにしても、未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して、今ここにいるなんて。でも、遊女はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。おいおい、俺はこれでも友情の師匠だぜ。そう簡単に追い抜かれちゃ困るよ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でも蕎麦好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年時に上がった高等練士の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上級修験士と呼ばれる特待生に任せられる。つまりえりすぐりのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば好き練士が一人ずつつくことになる。そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入った者はそのそば好き練士になる。上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。なあ、でも俺たちはそば好き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜ。あ、どうしたユージオ？キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごうって言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後次の時告げの鐘が鳴るまでだったはずだ。お互い急ごう。ああ、じゃあまた後で。
お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級集権士ソルティリーナ・セルルトだ。1年間よろしく頼むぞ。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。私のそば好き練士として、お前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間お前に私の知る全ての武術を教えるべく努力したいと思う。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。はい。さあ、それではね、ザッカリアの剣術大会飛ばされちゃいましたね。はい、というわけでもう学院生活入って、早速リーナ先輩の下で、剣術を磨いていくというような感じになりましたね。まあ、ザッカリアの剣術大会に関しては、他の、ゲームになるんですけど、アプリゲームで、そのストーリーの方をまとめたやつ出してありますので、この動画の、最後の方に、表示されるようにしておきますので、気になる方はね、そのザッカリアの剣術大会がどんなものだったのかを、そこで見てもらえればいいかなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。とりあえずどうすればいいんだ、2人で行けばいいのか。修練場に行けばいいんだな。しかしすごい場所だな。さあ、まずは好きに打ち込んできてくれ。好きにですか？ああ、私は入学試験で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそこうしてお前と剣を交えてみたくてたまらなかった。ソルディリーナ先輩は上級集権士の中でも自責に位置するエリート中のエリートだ。そんな先輩がなぜ入学試験の成績が7位だった俺を。どうした？早く来い。あ、はい。さあ、それでは決闘ですかね。デュエルモードによる戦闘。戦闘にはターゲットとのロックが固定化されるデュエルモードがあります。このモードでは戦闘が終了するまで納刀することができなくなり、左右の移動がターゲットを中心に移動するようになります。要はロックしたままってことだな。特にジャストワードは相手のハザードゲージを大幅に上昇させることができるので、積極的に狙ってみましょう。俺まだ戦闘慣れてねえんだよな、このジャストワードがダメかもしんない。あとは通常攻撃と敵キャラクターのガードがぶつかった時にはスパゼリアイが発生すると。タイミングよく、四角を押すことに成功すると相手を緩ませてハザードゲージを大幅に上昇させることができます。これならなんとかできるかな。さあ行くぞ。でもレベルはこっちの方が上だ。しかも私には新しいスキルがある。クラウがいい。クラウがいい。よし、どうだ、覚えたばっかりのオーパルストライクはかなり効くだろう。よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。いえ、先輩の剣を受けるのがやっとでしたよ。ソルティリーナ先輩、さっき俺の剣を防ぐときに使った技は何ですか？あれはセルルト流の極意、活水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど、予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが
我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。ソルディリーナ先輩の剣はこの世界の中でこれまで交えてきた剣とは違う。そう、この剣は勝つための剣だ。入学試験で多く見たノルキア流よりも早く確実に相手を追い詰める。先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし。もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践的な俺が求める強さがあると感じたんです。わかった。1年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。これまで見たどの流派とも違うあの見事な技、一体お前の流派は何なのだ？俺の流派はアインクラッド流です。ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ、キリト。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。無知や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは、今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後、お前の相棒も連れて私のところに来てほしい。ユージオもですか？そうだ、二人が揃ったらまた説明する。わかりました。それでは友情に声をかけてきます。あ、よろしく頼むぞ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。お前ともこれから長い付き合いになるであろうからね。わかりました、リーナ先輩。うむ、ではまた後でな。ユージオ、お疲れ。ちょっといいか？何、キリト。大丈夫か？かなり疲れてるみたいだけど。ゴルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。これから1年間みっちり鍛えられそうだ。あ、そうか。大変そうだけどよかったな。疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。一緒に来てくれ。え？僕も一緒に？なあ、詳しいことは2人揃ってから説明するってさ。わかった、用意するよ。リーナ先輩。来たか、二人とも。ソルティリーナ先輩、はじめまして。ユージオ初等練士です。よろしくお願いします。ああ、ユージオ、こちらこそよろしく頼むぞ。それでは二人揃ったことだ。私がお前たちを呼んだ理由を話そう。実は王都セントリアの衛兵隊から修剣学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊からですか？うむ、近年獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。おそらくそのせいで衛兵隊は人手不足のようだ。それで溢れた仕事が修剣学院に来ているというわけですか？ああ、だが名目上は課外授業という形になる。それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよ、ユージよ。めんどくさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜ。まあ
それもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってね。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだが。なるほど。それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。二人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。どうだ、一緒にやらないか。もちろんです、やらせてください。はい、僕もです。わかった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか。わかりました、二人で揃えてきます。よろしくな、二人とも。そういえば頼む。わかりました。あの、いいですか。おい。ところで、さあそれでは早速リーナ先輩にお使いを頼まれたのでやっていきましょう。いやー、しかしリーナ先輩との決闘で役に立ちましたわ、本当に。どれだっけな、スキルマップの、片手の方ね、ちょうどねこっちに向かって覚えてったんですよ、これね。ボーカルストライクのレベル 1,2,3 という感じでね、ここまで覚えたんで長押しで3段階目までチャージして攻撃することができるという感じですね。なんか強力な月でガードブレイクも起こせるって書いてあったんで、まあやっぱりね、原作でもやっぱ大活躍のスキル、ソードスキルだったんでね、やっぱ覚えたいという思うじゃないですか。はい、というわけでリーナ先輩からのお使い頼まれて、ちょっと移動してきたんですけど、ちょうどミッションが見えましたね。確認したらサブミッション、かなりの数表示されてますね。というわけでちょっと先にね、あのメインクエスト進める前にこれをね片付けていきます。ちょっとだけ、一瞬だけお待ちください。久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。話は終わり？私急いでいるから。おい、メディナ、久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。な、どうしちゃったんだよメディナ。これはこれは、見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですな。共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。ふん、行くぞウンベール。
メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ。メディ…ムカつく、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 ムカつく。メディナ…いたのか、キリト。ユージは違うんだ。今のはついライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え、特に最後の連撃からの一撃、一体どういう技なんだ。方法はわからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか。お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後、私に会いに来い。いいな。分かった。今のって…気にするな。ただの知り合いだ。本当だ。疑うな。分かった。信じるよ。うん、僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。うん、これからもよろしくね。さあ、それではね、サブクエストの方終わらせてきました。ちょうどサブクエスト、行く前にここの通りぐらい行こうとしたらイベント始まっちゃったんで、メディナとのイベントの方を見てからサブミッションの方を終わらせて帰ってきたとこです。それではメインの方やっていきましょう。結構お使いが多かった感じでしたね、今回も。さあ、それではスタートですね。いらっしゃいませ。どうぞ。さてと。うん、回復薬3つだけ。少なくない？大丈夫？リーナ先輩。リーナ先輩、お待たせしました。うん、二人とも課外授業への準備は万全か？はい、任せてください。いつでも大丈夫です。期待しているぞ。さて、それではみんなで協力しつつ課外授業をこなすこととしよう。そうだ。え？ちょっと。
さあ、それでは今回のステージは平原ですね。ファストトラベル、したところからか、各地にあるポイントを調べることでファストトラベルが可能になります。まあ、ここまで結構やってるんですけどね。登録されたファストトラベルはメインメニューのマップにアイコンが表示され、選択することでファストトラベルに移動することができます。結構登録してきてるから、もしかしたら前のマップも行けるのかな。書いてあるな、ワールドマップから違うエリアを開いて別のエリアにあるファストトラベルにも移動できますと。まあ結構マップ自体がでかいですからね、こういうのは本当にありがたい。状態異常、この辺とかって結構ゲームの初期に説明あっても良さそうなんですけどね。なんだろう、ビーターズプレイヤー券持ってたから後になったってことかな。まあ状態異常いろいろ書いてありますが、この辺はちょっとおいおい覚えていきましょう。いきなりは全部覚えられない。よし、これでここも登録だ。一応セーブしていくか。さあ、それではね、平原マップの方を進めていきたかったんですが、操作キャラクターの方はまずリーナ先輩はまだ使えないということと、あとはメインクエストの方を進めていきたかったんですが、サブクエストはちょっと大量に発生しますんで、これを終わらせてから次回、ここから再開していきたいと思います。今回はね、メディナも、学園にまた登場してきたということで、まあこのまま学園生活を送って一緒に行く感じになるんでしょうかね。まあ途中でね、キリトさんたちはまあいろいろありますけど、その辺にどう関わってくるのかとかもちょっと気になりますね。はい、というわけで今回はここまで。次回ね、サブクエストの方終わらせた状態からスタートしていきたいと思いますんで、またよかったら見に来てくれると嬉しいです。それでは、ザッカリア編の方も、別にちょっとこう用意したやつありますんで、気になる方はこの動画の後表示されるんで見てみてください。それでは失礼します。